高駅二日前に不思議体験したんですがもしかして昔話題になった如月駅的なものかと思ったんで話させていただきます京都駅から JR 線に乗っていて長岡橋で降りようと思ってたのに寝ていて起きたらちょうどドアが閉まって長岡橋を出発するところでした 仕方がないので引き返そうと思い、次の駅で降りた。降りてから気づいたんだけど、こんな駅あったっけってくらい寂れた無人駅だった。駅員さんいないし、街灯ついてはいるけど、薄暗いし。印象的だったのは、改札出たとこにある大きな鳥居。久しぶりに JR 京都線乗ったもんだから、少し来ないうちに駅増えたのかと思いつつ、 電車待ったんだけど待てども来ない携帯で電車の時間調べようと思ったんだけど電波がよろしくなくってなかなかつながらなかったそして駅構内に時刻表が見当たらないちなみに駅の名前は「スタカ」って看板に書いてありましたで一緒の電車から降りたおばさんがまだ駅のベンチに座ってたから すみませんが次の電車の時間ってわかりますかって聞いたのよそしたらおばあさん「じきに来る」ってひと言とりあえずお礼言うとおばあさん初めて顔上げて「玉姫が泣いてるからゆっくりしてき」って言ってたあと ウコンの力は、終わりの国は捨てろ。長兵衛、玉姫、槍、ゆすど、従兵衛。うんの,のワード。ごめん、すごく聞きづらくって、ところどころのワードしか思い出せない。ボケてんのかなと、とりあえず合ちうって聞いてた。 しばらくしたら、小学校低学年くらいの子供が駅の中に来て、こっち見て手振って、すぐにまた出てった。その時に、その子が何か落としたのを見えて、拾いに走ったんだけど、もういなかった。落とし物は、竜だか蛇だかの刺繍されたお守りだった。どうしようかと思ってたら、おばあさんが手招きして。渡しとくから。 バンバに遅れ。というので、知り合いかと思って渡しといた。多分、この辺のタイミングだったと思うんだけど、牛の声みたいな音が近づいてきて、あと、いつの間にか近くの山にぽつぽつと明かりがついてた。提灯みたいなのが一定の感覚で。おばあさんはお守り受け取ると駅から出てった。 それと入れ違いにさっきのお守りの子が来たさっきお守り落としたやつおばあさんに渡しといたよと言ったら何とも言えない嫌そうな表情になったから慌てて謝罪しぶしぶながら許してくれた感じで手を引っ張ってきたついていくと駅の外に出ちゃって電車待ってるから戻らないとって言うと 電車来ないこっち行って」と道を指さされさらに引っ張られる子供なのに力強いなと思いながら引っ張られるがままに小走りでしばらく進んだ民家とか電柱並んでんだけどどこも薄暗いし古ぼけた感じ何分か歩き進むと橋についてその子供は「戻っちゃダメだよバイバイ」 だけ行ってどっか行っちゃった連れ回してここから放置かよとちょっと憤りながらも橋の向こうの明るい方へ進んでみたそしたらだんだんお店とか見えてきて最終的に阪急の長岡天神駅に着いたその後はものすごく動揺しつつもちゃんと家に帰れました家に帰って調べたけど須カ駅なんて存在しないよね 何か分かる人いたら教えてください。